ナミブ砂漠はナミビア大西洋側に位置する砂漠。北はアンゴラとの国境付近から南は南アフリカ共和国北端にまで及ぶ。南北は 1288km、東西は幅 48km から 161km。面積は約5万 km にわたる。約8000万年前に生まれ、以来現在まで存在し続けている世界で最も、 古い砂漠と考えられている。ナミブは主要民族である三人の言葉で何もないという意味である。大西洋を北上する寒流、ベンゲラ海流の影響で生じた典型的な西岸砂漠である。ドラケンスバーグ山脈からオレンジ川を通して流れ出た砂が海岸。その過程で鉄分が付着し酸化するため、酸化鉄の色によって砂は白から赤く変色する。 中央部には、クイセブ川が流れ、この川を境に、北部では、岩石砂漠、南部では移動性の強い砂丘列が連なり、その間に、岩石丘陵が存在する。年間降水量は120ミリメートル以下であり、一部では25ミリメートルに、満たないがに、3日に1度程度の割合で海上から、海霧が流れ込む。朝方には風に乗って100キロメートル以上。 内陸部にまで霧が侵入する。この龍霧に体を立てて、雫を集めると影や昆虫が見られ、砂漠内に自生する植物や、生物の貴重な水分供給源となっている。沿岸の海上は、かなりの暴風が吹き荒れており、海岸には、沖合で濃むのためンパした船舶やクジラなどが、打ち上げられスケルトンコーストと呼ばれている。1904年に、南部の数カ所 砂漠の中央部にはゴバウェップトレーニングリサーチセンターがあり、ナミブ砂漠を中心に各種の研究を行う研究者が世界各地から集まり調査研究活動を行っている。北部の岩石砂漠地帯に大きな緑のオアシスブランドバーグ山が存在する。4500万年前の琥珀の中に閉じ込められた化石として知られていた昆虫。 グラディエーターがこの地で生存しているのが近年発見された。ナミブナウクルフと国立公園に含まれる砂漠地帯が2013年の第37回世界遺産委員会でユネスコの世界遺産リストに加えられた。ナミビアではトゥーイーフルフォンに続く2件目の世界遺産であり、自然遺産としては初である。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。